デジタルの力を活用して地域課題の解決などにあたる事例を表彰する取り組み、デジ電甲子園。春日井市の取り組みがデジ電甲子園2023地方公共団体部門で準優勝に輝きました。賞を受けた事業が自動運転ラストマイル送迎サービスです。全国初の事例として構造寺ニュータウンの石尾台地区で実装された自動運転技術を取り入れた交通サービス、ゆっくりカートと名付けられ、地域住民が立ち上げた NPO 法人が住民主体で運営しています。町開きから50年以上が経過した構造寺ニュータウン、交通の課題は初期の入居者が高齢化したことや坂道が多く、日頃の移動は自家用車に依存していることでした。免許返納後の将来の移動手段への不安、お家から出にくくなっている人を何とかしたいなどの思いから、2019年に産官学、そして地域住民が連携して課題解決のプロジェクトが始まりました。3年間の検討を経て2022年に運行が始まり、その運営は地域住民へ託されました。まず第一にはね、持続的な事業でありたいと、地域で皆さんで困っている人を助けようという、そういう趣旨ですので、やっぱり地域の人で運転してくれる人、管理責任をやってくれる人をね、それぞれこうお願いしてボランティアとして参加していただきましてね、この地域は皆さんすごい協力的だなと、そういうふうに感じましたね、はい。遅くなりました、ごめんなさい。ゆっくりカートではドアからドアまで買い物や通院などの行き来をサポートしています。利用日の前日までに日時、乗降場所の予約が必要で、その状況に応じて当日の運行ルートはシステムが最適化したものをたどります。車両の運行は 3D マップ、天群データのデジタル技術が使われた自動運転レベル2の仕様です。部分的に自動化された車両をドライバーが操作しています。まもなく右に曲がります。サービス開始からおよそ1年半が経ち、現在は石尾台地区の331世帯などが会員となり、日常の移動に活用されています。今日のような場所と時間が決まってる、毎週決まってるところだと利用しやすいですね。予約して、から利用ですので。私は週に1回です。運転される方もサポーターの方もすごく乗り降りに高齢だもんですから気遣っていただいて、ゆっくりでいいですよとかお声掛けいただくので、もう本当にありがたいの一言ですね、私にとっては、はい。他にも利用者からのたくさんの喜びの声が石尾台お出かけサービス協議会に届いています。いろんな感謝の言葉をいただきましてね、本当に私たちもね、やっててよかったなという、そういう気持ちがいっぱいですね、はい。町内のこういうなんかのイベントの折とかね、それからなんか防犯の時に何か役立ってないかなとか、そういう面でもね、少し送り迎えだけではない、そういうカートの使い方できるんじゃないかなとは思ってますけれどね、はい。次回の春日井市政だよりは親子で楽しむスポーツ教室をお送りします。お楽しみに。